おはよう、ナナコ様。うん、ちょっと体調が悪かったけど、寝たら治っちゃった。本当だよ、ケーキ屋さんのモンブラン3個で許してあげる。あ、反省してないの？あなたってばもう。七子様が会長なされて本当に良かったです。私、深く深く反省します。今日も一日頑張っていきましょう。七子様、なんだか気もそぞろなご様子ですね。あれ？でもこの気配は、うん、私他のクラスの友達に呼ばれてるんだった。ごめん、ちょっと行ってくるね。ふむむ、気のせいだと思います。です、七子様、あれから戻ってきませんね。カフェカフェ、しました。七子様が指定した場所はここですか。こんな場所に呼び出して一体どうされたのでしょう。ここだよ、飛び箱のところ。七子様、あのね、笑わない、絶対に笑わない。いい？絶対だからね。角が生えてきて、って、あれ？そういえば、私の姿が見えるのですか？リースさん、だよね。前に言ってた。今朝からうっすら見えるようになってて、多分そうなのかなって思ってたけど。驚きました。そのお姿といい、私が見えることといい、七子様は悪魔だったのですか？私は人間だよ。どうしよう、これじゃあこの年で中二病デビューって言われちゃうよ。七子様、わかりました。聞くかどうかは保証できませんが、これをつけてみてください。これって髪飾り？天界のセイクリッドなホーリーアイテム、悪魔の力を封じる聖なる髪飾りです。聖なる髪飾り、わかった、試してみる。どうでしょうか。は、引っ込んだ、引っ込んだよ。ほらほら、脳しっぽ、グッドライフだよ。ありがとう、リースさん。いえいえです。まだちょっとお尻と背中がムズムズするけど、はあ、よかった、ひとまずこれで学校に通えるよ。とはいえ
あくまで髪飾りをつけている間だけの対症療法です。なぜこうなってしまったのか原因を突き止めないと今後が不安ですね。今日も一日頑張っていきましょう。まだちょっとお尻がムズムズする。どうして七子様は突然悪魔になってしまわれたのでしょう。心当たりなんて全然ないけどな。もう少し調べてみる必要があるかもしれませんね。何か良いアイデアが思い浮かべばいいのですが。おはようございます。どうかした？コンビニでペットボトルのお茶とか買うとさ、たまにおまけでボトルキャップとかがついてくるじゃない。あれって興味のあるキャラならいいんだけど、全く興味のないキャラだと困るよね。ただだとは分かっててもなんかちょっと捨てづらいし。私ってなぜか猫には嫌われるたちなんだけど、お昼休みに木陰で寝てるね猫ちゃんにもうすぐお昼終わるよって声をかけたら、ふうって威嚇されちゃった。もしかして私ね猫ちゃんにも嫌われてるのかな。うん、割とショックだな。ねえねえ、昨日の特番見た？探検隊のやつ。南米の奥地に野人を見たって話だったけど、南米ってことあるごとに不思議の産地にされてる感じあるよね。何何？何くれるの？進路とかさ、そろそろみんな考えてるのかな。私たちも来年は受験だけど、なんかさ、いまいち実感湧かないよね。本日はいかがいたします？それでは参りましょう。やりましょう、明日のために。前にいますです。発見！逃げて、注意です。何もいりませんわ。お前なんて嫌
ずっと前にいますかし見守る。
たします。あなたの後ろにいるわ、なんてね。来たわ。何？二人きりではないわね。いいえ、なんでもないわ。ん？何？二人きりではないわね。いいえ、なんでもないわ。何？ん？うちの学校に多校生の霊がいるの。知ってたかしら？うちの学校に多校生の霊がいるの。知ってたかしら？二人きりではないわね。いいえ、なんでもないわ。卒業はまだまだするつもりはないわ。また会いましょう。はい、つぼみです。あ、違うんです。男の人からの電話って慣れてなくて。すぐに向かうね。来たけど、何か用かな？緊張しちゃいますね。この髪型似合いますか？少し子供っぽいかな。二人きりだと緊張しちゃいますね。次の公演見に来てくれます？私頑張って演技します。二人きりだと緊張しちゃいますね。それじゃ、バイバイです。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。私必死に考えました。今の私たちに欠けていることは何だろうと。そして一筋の光明を得たのです。これぞまさに典型ですね。はい、いわゆる一つの作戦です。あの悪魔さんを見て思ったのです。私今まで悪魔さんのことを書類の上でしか見ていなかったと。ですので私おとりとなって
あのミニ悪魔さんたちの攻撃を一身に受けてみます。肌で感じてこそ相手のことをもっと深く感じられるということです。それではやりますよ。打倒悪魔、見返せ会社、作戦開始。おありがとうございました。マスター、私やりました。耐えてみせましたよ。
おかげでちょっとだけ理解できました。悪魔さんのいたずらって痛いものとばかり思ってましたけど、だんだん気持ちよくなってきて、少し癖になるこの感じ、これが人間の弱さにつけ込む悪魔の常套手段なのですね。今日は大変でしたね。聞いた話だと魔界も最近はいろいろ厳しいらしいです。規制だとか条例がどうとかで、なかなか昔みたいにスケールの大きいいたずらができないんだとか。私やマスターにとってはいいことですが、悪魔さんも大変なんですね。そういえば私ずっと定時帰宅できてませんけど、これって残業代出ないですよね、やっぱり。この間紫色のワンちゃんさんを見かけました。あれが日本でポピュラーな柴犬さんなのですね。あんなワンちゃんさん展開でも見ませんよ。人間界はワンダホーですね。マスター、お荷物が届いてます。どうやらエンジェルリング社からの粗品みたいです。会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。呼んだか。兄様はひいきのお菓子ってあるか。私はゲームとかネットしながら食べるから手を汚さないパッキーがフェイバリットだ。私は自分の手は汚さない主義なんだ。どうだ、ちょっと悪っぽかったか。まだゲームのグラフィックにポリゴンが使われるようになる以前、限られたサイズ、そして色数による点描で描かれたグラフィックをドット絵という。わずかな点の集合によって多種多様なキャラを表現する職人技。そこには現代のリアルなグラフィックとは一味違ったロマンがあると思うんだ。今でこそ引きこもりな私だが、これでも昔は世紀の大天才だとか神童だとか言われてたんだぞ。もうさては兄様信じてないな。バナナはおやつに入りますかっていう遠足の決まり文句があるだろう。私はそれよりも菓子パンはお菓子なのかパンなのか、そっちの方が知りたい。まあ美味しいから結局どうでもいいんだけど。お菓子くれるのか。さすが兄様。眠いぞ兄様。昨日の夜妙に暑かったから寝不足なんだ。夏が暑いとかこのパラメータ設定した神様は多分バカだな。間違いない。外は無理だな。人間どもがうようよいるし、この暑さじゃ溶けてしまう。やっぱダメだ。お菓子食べ過ぎたし、運動もしてないし、兄様に水着姿なんか見せられるか。今日は大変でしたね。
また明日です。